この動画では図書館で使えるパソコンや施設、サービスについてご紹介します。大学での学習にはパソコンが欠かせません。図書館でもパソコンを使うことができます。図書館には各フロアに検索用パソコンがあります。常に電源が入っていて、 ウェブブラウザを立ち上げると図書館のウェブサイトが表示されます。ワードなどのオフィスソフトも使えます。ただし、このパソコンにはデータの保存ができません。データは自分の USB メモリに保存してください。図書館には全額計算機のパソコンもあります。 全額計算機のプリンターでも印刷をすることができます。詳しくは情報の授業や全額計算機のページで確認しましょう。もちろん自分のパソコン、タブレットを持ってきて図書館で使うこともできます。学内の無線 LAN に接続してインターネットが利用できます。また、 個人の PC から全角計算機のプリンターで印刷することもできます。図書館を快適に使うために音のルールがあります。館内は静かな場所と会話をしてもいい場所が区別されています。館内のサインを見て利用してください。中央図書館の2階には グループ学習用のスペース、チャットフレームがあります。また、静かに自習したい人には、2階のスタディースペースがおすすめです。その他に、各階には本を読みながら勉強できる閲覧席があります。2階と3階にはセミナー室があり、ゼミの勉強会や、 授業で使うことができます。プロジェクターなどの機器も準備されています。一年生の皆さんも利用することができます。図書館の施設の予約について、詳しくはウェブページをご覧ください。図書館を快適に利用していただくために、もう一つ飲食のルールがあります。 図書館では貴重な資料をカビや虫から守るために飲食は基本的に禁止されています。ただし密閉できる容器に入った飲み物や条件を満たす食べ物は持ち込むことができます。図書館では飲食ができる場所が決まっています。飲食のルールに従って 快適に図書館を使いましょう。図書館は本を借りたり資料を探したりするだけではなく、成果発表やイベントの場所としても使えます。チャットフレームはオープンスペースで授業やイベントを開催したいときにおすすめです。また、ギャラリーゾーンでは研究のポスター発表や サークル活動の展示ができます。付属図書館では皆さんの学習に必要な資料を図書館のウェブページにまとめています。こちらは授業関連必読図書リストです。中央図書館本館2階に置いてあります。本館2階にある授業関連必読図書は いつでも見られるようにするために貸し出しできないのですが、複数冊あるものは借りることができます。また、学習や語学学習、就職活動などに関する本の情報も提供しています。館内でコーナーを設けてありますので、読んだり借りたりすることができます。皆さんの今後の学習に、 ぜひ、お役立てください。また、図書館の使い方、論文の探し方、データベースの使い方に関する講習会を実施しています。一部の講習会は、オンデマンド動画を提供しているので、好きな時間に見ることもできます。ぜひ、チェックしてみてください。 図書館を使いこなそうの内容はここまでです。次の動画は学術研究に関わる上で知っておいてほしいことについてお伝えします。